町内会長、我らが町代々木上原は続々と有名店の出店が相次いでいるにもかかわらず、領土が狭いことに起因して車道にまで人が溢れてしまっている始末。どうか今こそ隣町への進行をご決断ください。町内会長。どうしたんですか？ああ、弟くんか。先ほどから来年のエイプリルフール用のネタを考えておるんじゃが、いいものが思いつかなくてな。それならこういうのはどうです？アイスを食べて頭がキーンと痛くなる、その部分から将来白髪になり始めるというのは。さすが弟くんだ。その部分の皮膚が弱いから、まずそこから白髪になるのかもしれんの。いえ、これは嘘ですから、そのような考察はいりません。そうじゃった、これは嘘じゃった。くそ、僕だけが街のことを真剣に考えている。同志諸君、これより隣町への侵略を開始する。敵は味方にあらず、まずは偵察隊を選抜する。目の良き者、前に出ろ。いないか、いないか。目の良き者、前に出ろ。前に出ろ、目の良き者。いないか、目の良き者。目の良き者、現れよ。いでよ、いでよ、目の良き者。誰かね、今手が離せないのだが。隣町の連中がこの町へ侵略戦争を仕掛けようとしていることが分かりました。はあ、それで私にどうしろと。この町随一の科学者であるあなたに、見たものを一瞬で反乱し、見たものを一瞬で殺すマシンを作っていただきたい。この町の正義のためです。なぜ反乱にするんだ。後処理がしやすいように。全裸でいいだろう。お断りするよ。私は平和のためにだったら力を貸すが、戦争のために自分の技術を提供するようなことはしない。この違いがわかるかね。町のために力を貸さない者は敵の協力者であることと一緒である。容赦なく処分せよと。それも上が。ええ、家族ともどもと。ご苦労様です。コーヒーを入れましたので、よかったらお飲みになってください。お砂糖をお入れしますか？いえ、私はこれで。ああ、農協の方なんて。いや、大したことじゃない。それよりなんだそれは。あ、これとってもいいものよ。手乗り稲荷、八幡様でいただいてきたの。何でも願いが叶うんですって。またスピリチュアルか。君も科学者の妻なのだから、変な評判の立たぬように気をつけておくれよ。一と嘘は違うわよ。あなたも何か願ってごらんなさい。必ず叶うってとっても評判なんだから。ふん、願いか。私は戦争なんて見たくない。私はこの技術を平和のために使いたい。私の願いはそれだ。しかしそれは叶わない。だって神などいないのだから。完成だ。見たものを一瞬で反乱し、一瞬で殺すマシン。確かにそんなものを作れるのは私だけだろう。よし、スイッチオン。うわー、間違ってスイッチ入れちゃった。すいません、タイのものですが、マシン取りに伺いました。すいません。うわー、どうした。失礼します。うわ、偵察部隊から報告です。なんだ、敵兵全滅しました。え、なんか一台のマシンが次々と兵隊を殺して全滅しちゃったみたいです。な、我々の町以外にも隣町を狙っていた勢力があったということか。しかもそれをたった一台のマシンで成し遂げるとは、凄まじい科学力だ。くそ、とても叶わない。計画は中止だ。撤退、撤退、撤退。うん、絶対撤退。私の願いは確かに叶えられた。私が戦争を見ることはこれからも決してないし、私の技術が結果的に戦争を阻止し平和をもたらしたのだから。